おはようございます。うんとこっちか、はい、おはようございます榎本之です。飲食店、集客、万歳。というわけで、えー、今日も、榎本隆之が3分から5分の時間を使って、飲食店の集客についての話をしていきたいと思っています、えー。今日は夜23時のスタートになっていますけどもね、えっ、ー、と、いかがでしょうか見えてますでしょうか聞こえてますでしょうか、えー、もし見えていたら、もし聞こえていたら、ちょっとリアクションしていただけると嬉しいです。 というわけでですね、あのー、ずっと、このところ、インスタグラムのマーケティング、飲食店で使うインスタグラムでのマーケティングの話をしてきたんですけどもね、えー、とちょっと振り返ってみるとですね、えー、と今日でね、123回目のこの飲食店出客万歳の毎日配信のライブなんですけども、 え、インスタ宗教に関しては89回から122回までやってですね、ちょっと途中特別版も含んでいるので、26回インスタグラムのマーケティング、インスタグラムを使った飲食店のマーケティングの話を26回続けてやってきましたね。で、大体あの、全部説明が済んだんですけれども、ここで1回ちょっと振り返って、一気にね、 どんな話をしてきたかっていうことを、えー、一をまとめにしたいと思うんですが、ちょっと、えー、っと、一回では、えー、まとめきれないと思うんで、えー、ちょっと何回かに分けて、えー、まとめて整理していきたいと思います。で、えー、まず一番最初に話した話はなんでインスタグラムなのかっていうことですね。SNS、数ある SNS の中でも、まあ、インスタグラムっていうのはやっぱり飲食店の集客に対しての相性がいいんですね。 まあ、そ,うそうというか、えー、それを見ている人たち、飲食店を探す人がと、インスタグラムを見ている人が、えー、会うってことですね。で、その検索もね、最近、Google で検索するよりも、インスタグラムで、えー、お店を探すっていう人が増えているっていうことも含めて、インスタグラムでのマーケティングっていうのが、 飲食店では、えー、適しているっていうことが言えます。なので、インスタグラムの、えー、マーケティングっていうことをやることをお勧めしてるんですね。で、えー、と、そのインスタグラムのマーケティングを始める前に、えー、何をするのかっていうこと。始める前に準備することっていうのが、えー、2つあります。で、その2つ。えー、1つは、えー、まず、ペルソナの設定です。で、ペルソナっていうのは、まあ、これ、えー、インスタグラム、 SNS 関係ないとしても、マーケティングの基本的な考え方はですね、その、えー、誰を対象にするのかっていうことをより具体的に明確に決めるっていうことですね。で、ペルソナを、えー、明確にする。で、これでまたペルソナの話しちゃうとね、また、えー、延々と長くなってしまうので、ペルソナを決める。えー、そして、二、えー、つ目、えー、このペルソナのことは、えーえー、っとですね、多分ね、 第90回のところで話をしているので、それを振り返ってもらえればと思うんですけども、ペルソナを始める前に決めることは、ペルソナを決める。相手ですね。相手のペルソナを決める。そして、二つ目が、自分のキャラを設定する。単純にその個人的な江野本隆之っていうことではなくて、このインスタグラムを 何のためにやるのかっていうことを考えたときに、集客をするためにやるっていうことですね。そのときに、その、えー、そのマーケティング用のアカウントを作るんで、えー、そのアカウントのキャラクターっていうのを先に決めるっていうことが重要です。で、そのキャラクターを決めたらば、えー、そのキャラクターの中で、えー、3つ、 はっきりさせておきたいことっていうのは、まず弱さ。自分の弱さ。そのキャラクターですけどね。そのキャラクターの弱さっていうのを明確にしておく。そして、二つ目。三つのうちの二つが目が、強み。そのキャラクターの強みっていうことを明確にする。そして、三つ目。三つ目は、社会的な証明が何があるのかっていうこと。自分で言うこと,っていうことだけではなくて、第三者。あるいは社会的な経緯のあるもの。 に認められたっていう証明。弱さ、強み、そして社会的証明。この三つをベースにキャラクターを設定してください。で、それができたらアカウントを作っていくんですけども、アカウントの基本設定ですね。で、基本設定でやらなければいけないことは一番最初はそのアイコンの写真。で、店舗のアカウントを作ると、どうしてもその、ロゴだったりとか、会社の あるいはお店のロゴだったりとか、あるいは店頭だったりとか、商品だったりとかっていうことが多いんですけども、やっぱりね、これはもう絶対に人の写真、うん、なので、店主あるいは店長の写真、例えば複数の人が運営して、投稿を1、ね、人でやるとなかなか続かなくなるので、お店単位でや,ったやるとしたときでも、必ずアカウントのアイコンは、 店長、あるいは店主、人の写真にしたいですね。で、もうどうしても、えー、それができない場合には、まあ商品の写真っていうことになるんですけども、やっぱり、えー、人を、アカウントっていうのは、まあその、ものとか店とかっていうことじゃなくて、人。えー、アカウント自体がもうその人っていうことを意識することがすごく重要ですね。で、あと、えー、次は、アカウントの、えー アイコンが決まったら、今度はプロフィール。で、プロフィールっていうのは、長々と文章に140文字書けるんですけども、長々と文章にしないで、過剰書きにキャッチコピーっていうのをしっかりとつかんでいく。で、上の3行半から下は隠れちゃうので、その下の3行半っていうのは、隠れてる部分の文章を読みたくなるような、その続き。 のところをタップしてもらえるようにキラーキャキラキャッチコピーを入れるっていうことになります。というわけで、えー、っともうあっという間に7分になってしまったので今日はこの辺に終わりにしてまた明日もインスタグラムのマーケティングについてこれがね。えーっと 26回やったものを一気にまとめて、ダイジェストとしてお話ししていきたいと思いますので、またぜひ明日も見てください。それでは今日も飲食店収穫万歳。というわけで、野本隆行がお送りいたしました。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございます。